第22回参議院議員選挙勝利連合中央決起集会に、先ほどの中央委員会から引き続きのご参加、大変ご苦労様でございます。逆転の夏から政権交代の夏、そして今度は完成の夏ということで、本当の政権を盤石にするためには、来年のこの参議院議員選挙で勝利を収めなければなりません。加えて、この比例代表の選挙というのは、まさに連合の組織の命運がかかっているということでございます。個人名を何票取っていくかということが世間に明らかにされます。連合の組織、総力を挙げて、必勝はもちろんのこと、その数を追い求めていく、そんな選挙にするためにもう一踏ん張り、我々連合本部も、そして構成組織も、地方連合会もそれぞれの持ち場で完成、政権交代を完成するためにぜひ全力を挙げて頑張ろうではございませんか。共に頑張りましょう。ありがとうございました。政権交代っていうのはあくまでも手段でございます。目的はその政権が国民と約束をした公約を実行することであるわけであります。公約実行を誠実に着実に行っていけば、来年の参議院選挙必ず展望が開けるものだというふうに私どもは確信をいたしております。連合の皆さん方の組織の総力を結集をして、10人の候補者の当選はもちろんのこと、民主党の安定政権を作るためにも参議院における勝利を目指してご奮闘いただきますことを心からお願いを申し上げまして、私の方からの期待とお願いに返させていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。それぞれ一言ずつ決意表明をお願いいたします。私の政治信条は、無駄にしません、汗と税、真面目に働く者が報われて、正直者が馬鹿を見ない社会を実現したい、皆さんと共に頑張りたいと思います。良質な公共サービスの提供と、それから地域主権、地方分権に向けて精一杯頑張りたいと思います。出身差別も精一杯頑張りますので、ぜひとも皆さんよろしくお願いします。国民視点、そして働く者の視点からの政治をさらに力強く進めるためにも、何としても民主党は圧倒的勝利を挙げなければならない。その先陣を切って、私直島正幸、精一杯頑張ってまいりたいと思います。ものづくり日本、この政策を掲げまして、全力を傾注して戦い抜きたいと思っております。ご支援をお願いいたします。ありがとうございました。多くの組合員が一時帰休をはじめ、厳しい環境の中で労使が力を合わせて雇用を維持するために努力をいただいております。そのことに対して政府がきちっと支援をしていけるよう、全力で頑張ってまいりたい。私も元教育者でありますけれども、教室が原点、働く場所、あるいは生活者の場所、そこが原点である、これをモットーに頑張ってまいります。安心安全社会を作る、その目標に向けて精一杯努力して頑張ってまいります。どうかよろしくお願いいたします。ありがとうございました。結成して2年目というよちよち歩きの組織でございますが、組織の整備をきちんと進めて参議院選挙必ず一勝に向けて努力してまいりたいと思います。精一杯頑張ります。ありがとうございます。来年は寅年です。寅は千里を走り千里を帰る、このように言います。私もこれから日本全国を寅のように元気で飛び回り国会に帰ってきます。よろしくお願いいたします。地域の活性化、そしてそこに住む人たち、そこで働く人たちの生活の安定のために、
全力で頑張りたいと思います。そして民主党の政権交代しっかりしたものとするための大きな役割を果たせるように全力で頑張りたいと思います。女性議員の割合は増えたとはいえ、衆議院ではやっと 11.3%、 参議院では 17.4% とまだまだ少ないのが実情です。来年の夏の第22回参議院選挙では、構成組織や地方連合との協力をいただきながら、これまでの活動をもっと多くの地域に広げ、そして女性の主体的な行動でもっと女性議員を増やしていきたいと考えています。ぜひここにお集まりの皆さんの協力をお願いしたいと思います。ありがとうございました。連合は対応方針その1で確認された安心と安全の社会を構築し、労働を中心とした福祉型社会の実現を目指すために、衆議院参議院選挙において連合推薦候補が勝利する必要があります。そして第22回参議院議員選挙は、すべての勤労者の声を反映できる政権を継続していくための重要な国政選挙と位置づけ、民主党を中心とした安定過半数を確保し、安定した政権にするために、応援する立場から組織の総力を挙げて戦い抜く必要があります。連合の取り組みとして、比例代表選挙においては、連合が推薦決定した民主党公認候補の個人名での投票の徹底を図ると謳っております。この方針は、擁立した組織や支援する産別だけが取り組む戦いではなく、全構成組織が従来以上に汗水を流し個人名を書く取り組みであります。みんなで取り組み、成果を出し切ろうではありませんか。連合本部はその先頭に立って、勝利を目指し精一杯取り組むことをお誓いし、連合の取り組みといたします。共に頑張りましょう。都市化未来の取り組みと今の福祉化の中期政策等の勝利、そして安全選挙等の安全勝利を受けて、連合団結して頑張ろう。